まず阿蘇海の課題なんですけれども、やはり野田川流域から流れ出てくる生活の雑排水でありましたり、その他の栄養物によって阿蘇海全体がこう不栄養化の状態にあるというように位置づけています。私たちの町というのは確かに阿蘇海という内海に隣接をしている町なんですけれども、町内全体の面積と比較をするとごく一部なんですね。なのでその今でも海と住民の皆さん方との距離っていうのは一定あるんではないかなと思います。この野田川流域というのは特に農業振興が盛んな場所なんですけれども、この農地を美しく保全をしていくということが、ひいては環境に対しての影響も非常に強いということで、ここ15年間かけて自然循環型農業の推進を行っています。つまり農薬とか化学肥料をできる限り抑えた中で、自然循環、佐野町の施設で作られる今日の豆っこという有機質の肥料をこの河川流域の農家の皆さん方にお使いをいただいたりとかしていまして、そういう一つ一つの取り組みを少しずつ広げていくことによって、徐々に海への関心度を高めていけることが重要なんではないかなと。母親みたいな存在ですよね。例えばこの秋晴れの日に海を眺めていると非常にこう美しくおおらかで、どこかこう寛容的な気分にさせてくれるんですけれども、それって私の経験から言うと特にこう母の存在に非常にこう近いなと思っています。海と日本。